どうもこんばんは。親父ヒロさんのまったりバーボンタイムにようこそ。皆さん、寝苦しい夜が続きますが、どうお過ごしでしょうか。寝苦しいだけではなく、特に今は息苦しさすら感じるストレスフルな毎日、世の中ですよね。海外リゾートなんて贅沢は言いません。せめて麓っぱらで霊峰富士を眺めながらまったりキャンプがしたいです。今宵はそんな思いを馳せながら、富士山型の氷で富士オンザロックウイスキーを楽しみたいと思います。ではいただきます。乾杯。まずまずタイムタイムタイム、ちょっと電気つけて。タイム、まずきっつ、あきっつ、あいかんいかん、死ぬ死ぬ、お酒飲めんのだった。ここここなんか甘いジュース、甘いジュース入れて。ってことで、動画ネタなさすぎて苦し紛れの商品紹介やります。ほんでウイスキー一杯ですでに酔っ払ってるっぽい。今日紹介するのはガジェット系小物のこれ、インチャージ6。いや、こんな細かいの紹介してたら余計ストレスたまりそうだけどね。クラウドファンディングで何ヶ月か前に支援して、まあ、それが少し前に届いて、そのまま塩漬けで置いてありました。ちょっと開けていきます。ちょっとピント合ってんのか、俺が酔っ払ってんのか。これね、ただのケーブル、されどケーブル、させない穴はないっていう程よくエロコピーなこいつは、そのコピーライトに恥じない実力の持ち主。海外のクラウドファンディングではなんと1億円以上の支援集めて、日本でも、幕開けで2000万以上の支援をゲットしてます。インチャージ6という名の通り、6 in 1の、ケーブルになってます。片側が、USB のタイプ A、まあ、最も一般的なタイプなので、まあ、これ以降はタイプ A というのを省略して USB というふうに言います。片側がこの USB、 そしてここをカチャッと外すと、タイプ C の端子が出てきます。はい、でカチャッとね。でもう片側は、これはベースがタイプ C になってまして、これも同じくカチャッと開けると、まあ、iPhone なんかで使える、Apple 製品用の、ライトニング。そしてこれがちょっと面白い形状になっていて、ライトニングと、マイクロ USB、 これが兼用の端子になってます。見えるかな。ので 2×3 で6通りの使い方ができるというものです。こっちが、USB とタイプ C で、開けると USB とライトニング、もしくは USB と、マイクロ USB で、こっち側をガチャッと開けて、タイプ C とタイプ C、 タイプ C とライトニング、もしくはタイプ C とマイクロ USB という6通りの使い方ができますね。これちょっと最強でしょ。もうすげえイノベーショナルアイデアだと思います。で、私は、充電コードに関してはアンカー信者で、アンカーのコードばかり使ってるんですけども、例えばこれだと USB to
タイプ C、これが USB to Lightning、これが USB to Micro USB、 これはなんだ、これはタイプ C to Lightning で、これは C、 タイプ C to タイプ C いいですよね。ここにあるコードすべてがこれ一つで賄えてしまうというふうに考えたら、やっぱこいつすごいかなっていうふうに思いますよね。まあもちろんそのコードの長さとか充電スピード、まああと何台か同時充電するとか、まあその使い方だとかスペックが違うので、まあ単純に、これらがこれでっていうふうに言うのはちょっと横着言い方ではありますけど、まあ機能だけを見ればそういうことになりますよね。まあちなみにアンカーは好きすぎて、コードだけじゃなくて、まあモバイルバッテリーだとか充電機器類もほぼ全てアンカーですよね。モバイル電源もアンカーを使ってます。でこれ携帯性も抜群で、まあ、ここに、マグネットが、ついていて、まあ、こういうふうにキーリングなんかにこうカチャッとカラビナとかね、キーリングにはめれるような仕様になっていますので、まあ、ケーブル忘れたっていうふうに、なりづらい。でそれに伴って耐久性も抜群で、当然中にケーブルが入ってるんですけど、ケーブルをポリウレタン素材で保護して、でその上にこのナイロン繊維の補強材で覆われてる。なのでちょっとやそっとじゃ断線はしなさそう。確かね、なんか車で踏んでる動画とかもあったような気がします。あでここに、ちょっとデコボコがあって、こうスライド防止になっているので、まあちょっと当たっただけでカチャって外れちゃうこともない。まあただ携帯性とのトレードオフで、ケーブルはねかなり短い、5センチないよね、4センチぐらいかな。まあこれは仕方ないんですけども、まあデメリットっちゃデメリット。まあこれでは使いづらいかなという方ご安心ください。MAX というこのケーブルの部分が 1.5 メートルあるタイプもあります。あと何気に嬉しいのが電力転送もできるので、スマホから、他のスマホへの充電が可能、まあ、バッテリーを分け合うことができます。で、私は MacBook Pro のスペースグレーに合うようにということでこのマーキュリーグレーという色を選びましたが、まあ、他にもサターンゴールド、ムーンホワイト、まあ、合計3色展開なので、まあ、お好みに合わせてカラーはチョイスできます。で程よい重量感もあるので、まあそのデザインも含めて全然安っぽさはない、むしろ高級感のある感じです。はい、もう少しして生産と在庫が安定したら一般販売もされると思います。まあ私も一般販売されたら、このコードが長い MAX を購入しようかなと思ってます。まあ、すでにブランド違いの類似品が Amazon に出てたと思いますね。まあそんな感じで、まあどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、最強ケーブルの紹介でした。まあ本当はこんなの紹介せずに夏真っ盛り、海、山、川、どこでもいいから行きたしということで、さよなら。